こんにちは。即家塾のこブです。そして、ノクさん、お疲れ様でございます。少数で派であれという動画ね、送っていただきました。ありがとうございます。あの、少数派の中にもいろいろあってですね、私が思うのは、うん、結果的に何かことを成した人っていうのは、もともとは少数派であったっていうことは、まあ、確かにそうだと思うんですけども、じゃあ他の少数派の人がね、じゃあみんな、うん、花々しい、 結末を迎えているのかというとそうではなくてやっぱり全体的に同じような考えとか同じような選択をする人が8割から9割いて残りの1割ぐらいの中に多分少数派がものすごく小さな少数派がたくさんあるんでしょうねでその中の一つ二つが当たるみたいな形ではないかなと思うんですよでそうなるとですね少数派が主導権を握ったり少数派がいわゆる当たる状態になる確率ってったらこれまた。 少ないわけなんで、どの少数派を選ぶかっていうのもかなりね、難しいことになっちゃいますよね。暗号通貨に関しましては、クローバーコイン、ノアコイン、スピンドル、いずれも少数派だったと思うんですよ。やっぱり基軸通貨といいますか、有名な通貨とか、あれから仮想通貨ね、パスモとか、あな,なんとかペイとかって、今ありえですけども、多分ね、ビットコインっていうのは、その中でも、わからないなりに、うん、 投資した人が今結構いい思いをしてるんじゃないかなと思いますけども、うん、でも私もビットコインね、100万円を超える前にずっと仕込んでいたんですけども、うん、私もずっと聞いてたのは、今にビットコインは10万円を超えるよみたいなね。そんなことを本当かなと思ってた時期があったんですよ。で、100万円になったらもうビットコインはそれで落ち着くんじゃないかなみたいなね。そんな見解もあったんですけども、今ね、やっぱり500万とか600万とか、時には700万っていう風な、 価格をマークするところを見ると、うーん、やっぱビットコインすごいなぁと思うんですが、うん、ただね、他の XRP なり、イーサリアムなり、その他様々な、まあ、エーダもそうですけどもね、全部少数派だったんですけども、その中でも、うん、財をなせる可能性があった体のみたいなのは、本当にね、少数派の中でも、本当少数だったと思うんですよ。その一部だったと思うんですよ。だから少数派のほとんどは、結局は、 ダメになったのかなと思うんで、うん、何を選ぶかっての本当に大事ですよね。ただ、多数派だからダメかっていうとそうでもなくて、多数派は大きくは育たないけども、大きくは失敗しないっていこともまた、うん、言えるのかなと思います。まあ、ですので、挑戦するなら少数派なんですけども、まあ、アンパイを刻みたいなら、やっぱ多数派を選んだ方がいいのかなというところですよね。うん。まあ、けどね、あのー、やっぱりこう、 年収1億とかネットワークビジネスで成功するとかそういった人っていうのは結局一部なんですよねつまり少数派なんですよあのどの分野に対しても成功できる人っていうのはそれぞれ一部一握りなんですよねでそういったこの分野ではこの人一握りだけが成功ですよとかこの分野ではこっちの、ね、一握りが成功ですよだからどこかの分野でその一部の人になっていけばいいのかなと思うんですよね まあ、FX、私ね、あの、指導する立場から言わせていただくと、あの、FX で成功する人はね、確かに一部なんですよ。だから、一部になりましょうっていうふうなお誘いをしてるんですよね。あと、アフィリエイトね。アフィリエイトでも成功する人は一部です。だから私は一部の人になりましょうと言ってます。で、YouTube 活動もそうです。みんなが諦めるところで諦めれば、みんなと同じ結果なんですよ。みんなと同じところでやめれば、みんなと同じ結果です。 それこそ YouTube を収入源に選ぶ人っていうのは少数派なんですけども、せっかくその少数派の道を選んだのに、その少数派の中での大多数になってしまえば、これは結局多数派で終わるということなのかなと思うんですよね。ちょっと複雑な考え方になりますけども、あの、すべてね、取り組むときに成功を目指すなら、これはね、一部の人間になろうとしてるってことと、イコールだと思うんですよね。 だから多数派を選び続けるっていうことは、うん、その、大きくは、うん、結果を残せないかなと思います。うん、ただそうすることが自分の目的なら全然いいと思うんですよ。全てにおいて平均的な人間になる。これも別に悪い生き方ではないですし、実際、うん、この日本では、そういうことが推奨されてた時期が結構ありましたからね。一億総中流みたいなね。だから、何かに突飛するんじゃなくて、特化するんじゃなくて、 全てをオールマイティに、うん、まんべんなくこなせる人が、いい人、すごい人と言われてた時代もありましたからね。マルチタレントって言ってね、どんな役もできるみたいな人も重宝されてましたけども、実際どうなんでしょうかこの人は、例えば俳優としてはね、たった一つの役しかしていないけども、その役を置いては、この人に他を置いてないという。例えば、万田銀次郎の竹内力さんとか、 男は辛いの厚見清さんとかこの役柄っていうのは多分他の人ではできないその代わりこの人が辞めてしまうもしくは死んでしまえば二度とその代役を演じる人がないというね、まあ、そんな専門業になってくると思うんですよつまり俳優はたくさんいるけどもこの役が演じれる人はこの人だけみたいな究極の少数決っていうのがね少数派っていうのがそこにあるんじゃないかなと思います俳優というくりでいけばね本当に無名な人とか山ほどいます 俳優だけじゃなくてもいいんですよ。声優でもそうですし、まあお金持ちでも経営者でも、どんな分野でも、もうね、ただその世界で生きているということで言えば、無数にいるんですよね。ネットワークビジネスだろうが、アフィエイトだろうが、転売だろうが無数にいますよね。でもその中で、どこかの一部に入るってことが、まあ少数派になるってことなのかなと思いますけども、なかなかね、少数派ってのは、寂しかったり不安だったり、うまくいかなかったり、それはそれでね、 きついっすよ、ねうん、で少数派ってのは共感してくれる人がねまあ少ないってのもあります、うんうん、だから人に自分の状況を話してもまあ分かってはもらえないですよね分か、うんまあ、ってもらおうと思ってるわけではないですけどね逆にね、うんまあ、でもその孤独というものがねもしあるとしたらその少数派に好んでなっていくっていうのは孤高という表現があるんでしょうね 孤独に高いとか書いてここですけどもそれは孤独のような寂しさとは違って自分で登り詰めた山の頂にたった一人しか立てないそのところに自分がいるっていうことなのかもしれませんね、うん、で最後にね民主主義の定義ってものがありましたんでこれをメッセージとしてお送りして今回の動画を終わっていこうかと思います民主主義とは少数派が多数派になるその過程のことを指すらしいですどんな 多数意見も最初はたったたっ人からら始めたことらしいですよね、うん、どんな大事業も誰かが一人で始めたことがそうなるそうなんですよ。最初っから多数の人が同じ方向を向くってことは逆にないみたいですよね。うん、じゃあ今回は以上です。いってらっしゃい。